ちょっと休んでいこうぜ。なになに？元気だな、お前は。よ、ちーちゃん。どうしてる？うん、ちょっと。ねえ、今少し話せるかな、一番。あ？それ、もちろんいいけどよ。どうした？顔色悪いな。何かあったのかい？それが、私のジーヤの件でね。急に連絡が取れなくなっちゃったの。富士宮家のジーヤさんだよな。連絡取れないって。電話がつながらなくて、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか、発作が何かで。うん、ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。部屋には特に異常なくて、誰もいなかったって。となると、もしかしたらジーヤ、私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。ほら、前に私が第五地区に出入りしたことをジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。ああ、そういや、タコス屋のジェフから聞き出したんだっけ。ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。そうそう。なら待てよ。ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。うん、今一番と話してて私もそう思った。ならとにかく行ってみるか。ジーヤさんの無事が確認できりゃ、ちーちゃんも安心だもんな。ごめんね、一番。私、迷惑かけてばかりで。今はそんな話してる場合じゃないぜ。ジェフのタコス屋だ。ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ。毎日とは言ってなかったけど、友達になるくらいには通ってたんでしょうね。よー、ジェフ、俺のこと覚えてるか。ああ、覚えてるよ。一緒にいる姉ちゃんも、あんたら派手に第五地区を騒がせたって。さあそんな話もあったっけな。それよりちょっと聞きたいことがあるんだい。当ててやる。また人を探してるってんだろ。気味悪いな。なんでわかったんだよ。最近その手の話が多くてな。人を探したいのはあんたらだけじゃない。ほら、今こっちに来るあの人もそうだ。ん？あれ？おい、ちょっとじいちゃん、あの人ってもしかして。じいや？千歳様、ようやくお会いできました。やっぱりそうだよな。でもなんでここに。こちらからしつこくお願いしても、千歳様はじいやにお会いくださらない。会うためには策を講じる必要がございました。策？いかにも。老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。そんな時、千歳様が何を考え、どう動くか、それがわからないようで執事は務まりません。案の定、私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださった。じゃあ、もしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの。可能な限りは。私が不在の時にはジェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずでした。ジェフが？なんでそこまで。女お年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。
俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばなご令嬢探しを少し手伝ってやろうと思った。もしここにお前さんたちが現れたら絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え、あれ、おい、なんだよ、みんなさっきだっちゃって。こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。タコスが好きで金払いもいい。おまけに80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強え。シェフから話は聞いている。千歳様を血まなこになって探していたもじゃもじゃ頭の日本人、それがお前のことであろう。え、あ、それは確かにそうだったけど、今ほら仲間として一緒にいるだろう。富士宮家御令嬢をたぶらかした知れ者、申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおうか。覚悟しな兄ちゃん、このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱いだ。なんせ若い頃はクマも投げ飛ばしてたんだからな。おお、その話完全に受け入れてんだ。お、疑う理由がねえ。って、そんな話はいいんだよ。ジヤさん、俺はあんたとやり合う気はねえ。てか、なんか俺のこと誤解してません？そうだよジヤ、一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと。多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。ジーヤ私の教えた護身術ちゃんと覚えておられますかな。久々に稽古をつけて差し上げましょうか。ちーちゃん、なんか聞いてたイメージと違うぜ。腰の低いお人よしって言ってなかったか。それはあいにくだったな。このじいや、千歳様に危険が迫った時はいつでも修羅に戻ろうと心に決めておったわ。よし、行けじいさん、俺らはあんたの味方だ。頑張れよ。てめえみたいのイラつくんだよ。さあ、行きますか。全力で行くよ。いつでもいいぜ。はあ。ぶちかまろうぜ。任せといて。ガンガン行くぜ。全力で行くよ。踊ってくださる？喜んで。大勝！吸収が早いのよね。また成長しちゃった。
なんという、まさかこの私が膝を屈するとは。大丈夫かい、ジーヤさん。いや、めちゃくちゃ強かったけどよ。もう年なんだから無理しないで、ジーヤ。私のことなら心配ない。確かに私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな。ずいぶん腕も上げられた。安心して見ておれましたわ。なあジーヤさん、俺は父、いや千歳さんをたぶらかしてるわけじゃねえんだ。縁あっていろいろ助けてもらっちゃいるが、妙な企みはねえ。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか。あ、いや、それは…ジーヤ、ごめん。それだけは無理。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。じいちゃん、千歳様、あなた様はハワイで何をしてるのです。何をっていうと色々あるけど、あ、そうだな、全部ひっくるめて一言で言えば巣立ちの真っ最中ってとこね。巣立ち？それは富士の宮家からの。うん、家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね、ごめん。なるほど、そうですか。でしたら何よりです。え？我々が千歳様をお支えした日々が実を結んだというわけですから。教育とは子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにすること。もちろんもっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ごめんね、ジーヤ、いっぱい心配かけて。それと今までずっとありがとう。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。もしかしてそれは家族写真のことですか。あの毎年大掛かりな人数で撮影していた。そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一字が万事全部そう。まず第一なのが自分と富士宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。ちーちゃん、そんなんだからたたらチャンネルとやらに富士宮の暴露動画を上げられてしまった。実は先頃ご当主はそのたたらが誰なのか一人思い当たる者がいると仰せでした。それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ者。
そりゃ一体誰なんだろうな。ご当主はもし自分の思う人物がそのたたらであるならば、暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。父が自分のせいだって。たたらを敵対させた心当たりはいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。なんでジーヤ、そんな話をなんで私にするの？確かにそうですね。千歳様に言ってもせんない話でございました。ただ私が言いたいのは、ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば、雪解けの機会も逃してしまいましょう。かもね。それを伝えたいがために、私は千歳様とこうして顔を合わせて話したかったのです。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ？恐れ入ります。お、俺の顔に何か？あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え、裏表のない人間とお見受けした。今は詮索することを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。分かってます。お任せください、ジーヤさん。結構では、あともう一つだけ。あなたには言っておきたいことが。はい。私が若き日クマを投げたのは間違いなく事実です。そのことは夢お疑いくださいますな。そうでしたか。これは失礼しました。では。よう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。さあどうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。ごめんね、一番。また私迷惑かけてばっかり。いいって。とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。けど元気な人だったな。あの年であんなに強えなんてよ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。ちーちゃん、やっと少し笑顔が戻ってきたかな。え？なんだかんだ元気なかったろ。ずっと俺らに引け目を感じてる。そりゃあね、私はエイジのスパイだったことをずっと隠してた。みんな水に流したって言ってくれるけど、私はまだ自分なりのけじめをつけなきゃって思ってる。ちーちゃん、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって。すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん、そうだね、一番。なだろ、
みんな。ああ、当たり前だ。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。あ、何？みんな乾杯する気満々？そういう時は俺も呼んでくれなくてはな。いや、あんたはさすがに関係ねえだろ。まあいいじゃねえか。来るもの拒まずだ。だろ？たく、わかったよ。お前はいつもそれだ。理解できてきたな、富澤。お前なかなか飲み込みがいいぞ。ええ、見どころがありますね。もちろん千歳さんも。どういたしまして。それじゃあまあ行くか。乾杯。おっしゃ、乾杯。ありがとね、一番。お、Roger that. We'll be there in a hot minute. Yeah. 目移りしちゃうね。全部着てみたいな。ご苦労さん。アロハ。どうしたの？元気だね、お前は。どうも。足立さん。春日。よ、これからちょっといいか。例の秋子さんの店の件だ。彼女と話して強盗の下見があったことを改めて説明できるようにして。ああ、その件な。ただいきなり俺が姿を見せりゃ秋子さんは聞く耳を持っちゃくれねえ。そこでお前が先に店へ行って何とか取り持ってもらいたい。彼女が話を聞いてくれなきゃ店は強盗犯どもにずっと無防備なままだ。そうだよな。もし実際に強盗が襲ってくるならその裏を書いて防げるかもしれねえ。防犯の指導なら足立さんはプロなんだし。ああ、だがそのためにはまず明子さんに心のロックを外してもらわねえと。悪いがここはお前に頼るしかねえ。いつもの口八丁で頼むぜ春日。なんだよ、いつもの口八丁って。あの店かい？アキコさんの宝石店って。へえ、外国でこんな店持つなんて大変だったろうに。ああ、まったくだな。だから何事も起きねえように守らねえと。落ち着いて聞け。ん？なんだよ。今店から出てきた連中、こないだ下見してた。間違いねえ、あいつらが俺の見た不審者だよ。なんだって？
もしかしたらもう犯行が起きちまったのか。どうすんだ。俺は店の様子を見てくる。お前はしばらくあいつらを引き止められるか。もしかしたら宝石を奪ったとこかもしれない。引き止めるってどう。あっ、くそ、考えてる場合じゃねえか。いや、ちょっといいかい兄さんたち。いやね、ちょっとこの辺で物騒なことを聞いてよ。最近宝石屋を狙う強盗がうろついてんだってさ。何の話だ。不審な連中を見かけたって俺のダチが言うのよ。ちょっとほら、あんたたちが今出てきた店でどうかな。あん中で何か変わったことはなかったかい。ほっとけ、行くぞ。おお、ちょっと待てよ。ほら、それ今あんたらの持ってるそのバッグ。はあ、店で取ってきた宝石が入ってたりして。何なんだお前は。春日、そいつら強盗だ、捕まえるぞ。やっぱりね。了解。何なんだこいつら。足立さん、アキコさんは大丈夫。縛られちゃいたが全員無事だ。よかった。じゃあこいつらも逃がさねえようにすか。レディフォーデー、かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。そいつか、やるか。ダロー、攻め時だ。警察が来ますから。うん、そいつはよかった。足立さん、もしかしてあの人が。おう、アキコさんだよ。そっか、どうやら信頼を取り戻せたのかな。さて、どうだろうな。足立さん、春日さん、この度は本当にありがとうございました。いいんですって、アキコさん。そんな、頭上げてください。とにかく無事でよかった。本当にそれだけで俺は十分なんですよ。でも私は20年も前のことを根に持ってあなたにひどい態度を。私も頭では分かっていたんです。あの当時警察には他にしようがなかったって。いくら犯罪の前兆があったってやれることは限られてるって。実はそうでもないですよ、アキコさん。足立さんは警察を退職して会社を作ったんですがね。は？足立調査代行って、まあ怪しげな名前なのは置いといて、その事業の一つは防犯セキュリティの欠陥調査です。
例えば万引きが起きないように防犯対策を店に指導したりするんですよ。犯罪を未然に防ぐようなコツを教えるコンサルタントってわけです。へえ、そうなんですか。おい、何だってんだよ、春日。そんなこと言われたって明子さんが困るじゃねえか。あ、いえ、別に、そんな。俺は足立さんが会社作ってる時も一緒にいましてね。そん時は気づかなかったんですけど。けど？今になって分かりましたよ。足立さんがなんでそんな会社を作ったのか。多分足立さんはあなたのご両親の店で強盗が起きてしまったことが悔しかったんです。事前にその前兆があると相談まで受けてたのに、警察って組織じゃそれを止めることはできなかった。だからきっと警察を退職した足立さんはその時の心残りに向き合う気になったんです。こいつは俺の勝手な想像なんですけどね。勝手な想像を当事者にペラペラ話すんじゃねえよ、まったく。でも、もしかして春日さんの想像は当たってたんじゃないですか。いや、所詮は元警察官がありきたりに思いつく事業の一つですよ。そうなんですか。警察って組織の中にいることで誰かを救えなかった記憶があるものは多いですから。俺にとっては明子さんの件がその一つです。あの時はお力になれず本当にすみませんでした。いえ、そんな、やめてください。もういいんです。お互いに頭を下げるのをやめてくださいだって。これで20年のわだかまりは解けたのかな。もしそうなら俺にはこれ以上ない喜びです。足立さんは私にとって恩人です。こちらこそなんてお礼を言ったらいいか。本当にありがとうございました。よかったな、足立さん。亜希子さんのお怒りが解けてよ。ああ。しかし、こうなるとあれだな。畳んじまったあの会社がやっぱり惜しいよ。最初に事業を起こそうと思った時の初心を思い出しちまったからな。もし本気でそう思ってるならよ。ん？今のゴタゴタを片付けて偉人町に帰った後、もう一度やってみねえか、足立調査代行。いや、そりゃ今は全面的に足立さんが俺を助けてくれてる。だから次はこっちがお返しする番だ。俺にできることがありゃ何でもする。足立さんにもしその気があるなら。だけどよ、そこまで言ってくれんのか、お前ってやつは。どうなんだい、足立さん。だってあんた会社起こすときすげえ燃えてたろ。今日俺はどっからあのやる気が出てきたかを知っちまったんだよ。だからよ。ああ、もういい、春日。お前の気持ちは伝わったから。今言ったお前の言葉一言一句覚えたからな。後で忘れたなんて言うなよ。足立さんもご存知の通り。俺はそんないい加減な男じゃねえだろ。だな。ありがとうよ、春日。
How's it, my man? Hey. Roger that. Beat her in a hot minute. ビシッと決めなきゃな。どれで行こうかね。今の気分は。男前を上げてやるぜ。